無料で動画を作る、投下編。アビユーテルで、投下させよう。クロマキーという特殊効果を、使います。動画の背景部分に白を入れた場合、他の画像の部分にも白が、入っていると、こんな風に余計なところまで、透過してしまって画像が、おかしくなるので注意してください。設定から拡張編集の、設定、というところを、選んで、目的の動画データをダブルクリック、右上のプラスマークを、クリックするか、下のあたりを右クリックして、フィルタ効果の追加、の上から10番目、クロマキーを、クリックしてください。クロマキーを選ぶと、キー色の取得、というボタンが出てくるので、そこをクリックしてから、透過させたい部分の色を、動画の中からクリックしてください。これでその色と同じ色の、部分が、透けて見えるようになり、背景が透過されて見えるようになります。注意点は、動画を透過させる場合は、最初から透過させたい部分のエリアを、透過させたくない部分の色と同じ色にしないように作っておくことです。青を抜きたいなら、残したい部分に同じ青は使わないこと。静止画像、止まっている。一枚絵の場合は、ピング画像といって、背景を元から透明にしておけば、そのまま、アビユーテルで、読み込んだ際に、透明な部分が、透明なままで、表示されるので、クロマキーは、使わなくても大丈夫です。が、使った場合は、こんな風に、さらに透過できる、色が増えます。これはお好みで、どうぞ。動画の元になる画像の背景を青で作った場合、背景と同じ色を使わないように注意してください。同じく背景を透明にした場合、GIMP、GIMP で作成、PNG、PNG などで1枚の絵として AVIUTIL、ABUTIL で使う場合は、背景は透明が安定しますが、XX 掛けなどで1枚の絵を動画にした場合は透明なデータを認識しない場合があるので、あえて色をつけなくてはいけないこともあるようです。背景を白にした場合、動画にする画像の中に1箇所でも白を使っているとそこも抜けてしまうので注意してください。また透過色を黒にした場合、絵の主線に黒を使っていると、その主線の黒まで、一緒に抜けてしまうので、そこも注意が必要です。